こんにちは、シーバードです。今回はこの2機種を千葉管楽器さんからお借りしてまいりました。マクソンのスーパーメタルとアイバニーズのスーパーメタルです。青い方がマクソンで、右の緑の方がアイバニーズになります。メタル系のエフェクターといえばボスのメタルゾーン、メタルコア、このあたりが人気ありますよね。 YouTube の動画のレビューも賛否両論ありながらも、やはりメタルゾーンは本数がめっちゃ多くて、たくさんの方が使用しているなというふうなのを感じます。そんな中ですね、このマクソン、アイバニーズ、スーパーメタルはあんまり動画も上がっていなくて、賛否もあまり巻き起こらないような感じのエフェクターになっております。それがね、なぜなのかなっていうのが僕は非常に気になっていて、このマクソン、アイバニーズといえば、あの歪みの名器チューブスクリーマーを生んだメーカーですよね。まずはですね、マクソンとアイバニーズの関係性にちょっと触れてみたいと思います。マクソンはですね、1966年、長野県松本市に設立されたエフェクターなどをですね、制作する株式会社日清音波製作所のブランドの一つです。もともとは OEM でエフェクターを作っていたこの日清音波製作所が独自のブランド、自社ブランドマクソンを1971年に立ち上げます。そしてその8年後、1979年にマクソンの OD808、 TS 系の元祖ですね、そのエフェクターがアイバニーズというブランドで TS808 として海外で発売されました。つまりはですね、マクソンは日本国内向け、アイバニーズは海外輸出向けのブランドとして製造販売されていたんです。なので外見に違いはあれど、中身はですね、一緒だったんですよね。 TS 系のオーバードライブはアイバニーズだったりマクソンだったり、ブランド名に違いがあるのを中古のサイトとかで見れるので、ぜひご覧ください。その TS 系のオーバードライブは、伝説的ブルースギタリストのスティーブ・レイ・ボーンが使用したことによって世界に広がり、いまだに大人気の名機として皆さんに愛されているエフェクターの一つです。という感じでですね、歪みといえばマクソン、アイバニーズというくらいの名機、チューブスクリーマーを生んだこのメーカーなんですけれども、なぜかメタル系のエフェクターはあまり人気がない。なんででしょうね。そこがですね、私非常に気になりまして、今回この2機種を鳴らしてみたいと思いお借りしてきた次第でございます。この2機種はですね、どちらも古いもので80年代に製造されたものだと思われます。しっかりとしたメイドインジャパンで、重量感もすごいです。先ほどお伝えした通りですね、海外向けとしてアイバニーズ、国内向けとしてマクソン、表面的な違いはあれど、実はつまみも一緒なんですよね。ご覧いただきましょう。つまみの位置に違いはあるんですけれども、内容は一緒です。レベル、レベル、ドライブ、ドライブ、エッジ、エッジ、アタック、アタック、そしてパンチ、パンチという風になっております。独特な表現をされたこのつまみ、パンチだったりエッジだったり、非常に強そうなイメージがして、細かい設定もできるような感じがします。では早速鳴らしていきたいと思うんですけれども、試奏をさせていただいた時の感じ、イメージとしてはですね、まず基本的なところなんですけれども、ボリュームがめっちゃ小さいです。レベルがめっちゃ小さくて、ほんとマックスにしてもバイパスの音に近づかないくらい、かなり小さいです。ちょっと初歩的な問題な感じもするんですけれども、とりあえずその辺を考慮しながら音を出していきたいと思います。
というふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。個人的にはね、この荒くれた感じ結構好きです。ただ使う用途としては結構限られてくるかなという感じですね。あとね、生バンドでやるとドラムとかにちょっとかき消されちゃいそうな感じの音でもありますね。その点が懸念点だったりしますが、卓録とかでね、ワンポイントで使っていくのは結構面白いかなと思います。メインの歪みとしてね、使うのはちょっと難しいかなと個人的には思っていて、その辺がね、あんまり浸透しなかった要因なんじゃないかなっていう風なイメージもいたします。特化したジャンルでは結構人気が出るアイテムかもしれないので、その手の方はぜひぜひ一度スーパーメタルチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。